インターネットテレビビル増刊号の山根です本日は経済評論家の朝霞豊さんをお招きしておりますよろしくお願いしますよろしくお願いします日本では財政赤字がひどいとこう財務省がプロパガンダを流しているじゃないですかそうですね中国の財政赤字ってどうなのってそうですよね思ったんですけど思いますよねこれまた今とんでもない状態になっていてでちょっと前にね 李克強が10万人のその公務員の、うん、オ,オンラインテレビ会議みたいなのをやったみたいなのね、うんえー、ここの番組でもあの話をさせてもらいましたけれども、はい、あの時にもちょっと言いましたけれども「ね、いや地方財政がね苦しいのは分かると」うんねえー、だが「中央財政も苦しいんだと」と、うんうん「君たちを助ける余裕は中央にはない」というようなことを まあ言っていたようになんですけれども,、うん、もう自分たちのことは自分たちでやれと俺たちは無理だという姿勢をまあ示しているように、うん、まあとんでもない状態っていうことが今起こってるわけなんですよ全然日本の財政赤字よりももっとやばいわけですねもうすさまじい状態ですねでねま、はい、まあまあ,まあそういういことなんです、ね <laughs> はい、でこれ具体的なこれ数字としてんかデータで出てるものってあるんですか、ねうん、ありますね でえー、その中国の財政というと、まあ、普通の一般的な、まあ、その個人から企業から、まあ、いろんな形でこう入ってくる税金みたいなものっていうのがまずベースとしてはあったりしますよね。うん、でそれと並ぶくらいあるいはそれよりも大きな役割を果たしているのが。 えー、土地使用権のの売却益っていうのがあるんですねで中国は土地っていうのはあの原則公有という状態になっているんで私有はできないんですけれども、まあ、70年というような期限を区切った上で、まあ、その間はあその自分たちのものとして使ってよろしいという使用権を、えー、売り渡しますという、まあ、そういうことをやってるんですがこの収入というのは、まあ、都市によって全然違うんですが。 あその通常のそういう税収等の,その収入に対してこの土地売却益の収入っていうのは多いとですね2倍近くあるんですよ少なくともこれのこう3割ぐらいあるっていう,、うん、うそのいう状態になっているんですけれどもこの土地売却益の収入というものが、うん、まあ軒並み凄まじい状態になっていて、うん、ざっとですね、えー、3分の2から4分の3減っている。うん うん、つまり、三分の一とか四分の一とかっていう状態になっているという。すごいことが、あこれ、発表されたんですね。<ー>で具体的には石膏、浙江省で六十五点九四パーセント減、江蘇省で六十七点三ゼロパーセント減。関東省が七十五点ゼロゼロパーセント減。みたいな感じなんですよ。うん、これ、原因としては何なんでしょうかね。うん 当然ながらなんですがあの不動産のあバブル崩壊が起こっているのでこれからその使用権をその開発業者が買い取って、うん、でそこにマンションなんかを建てて、まあ、より高い値段で売れればいいんだけれども、うん、今更そんなことをやって。 ねえー、今後もボン,ボンボンボン上がっていくに決まってるなんて思ってれば買うんでしょうけどもうそういう時代が終わったので、うん、買い手がつかないだったらそんなの買ってらんないよねっていうことで買わなくなくっっっちゃったってことがあるんで,すよ、うん、でしかもなんですがこれそ,のそれなりにね、まあ、そのだいぶ減ったけどその去年に比べて1 3分の14分の1、4? それでもそれなりに買ってくれてるじゃないって、うん、まあ見えたりするんですけどこれが。 民間のディベロッパーが買っていいるというわけでもなないわけなんです、ねうん、もう民間のディベロッパーはそんなことやったら絶対潰れるの分かるから<え>あ手を出さないでそうするとそのいわゆる国有企業、まあ、国有企業っていうより、まあ、地方公共団体が持っているような会社って思えばいいですけれども、まあ、そこが無理やり買って、えーね、なんとかこう収入が上がったように見せてるだけでも、うん まあ、こんだけ減っちゃったっていうそういう状態だと思った方が正しいかと思います、えー、でこの財政状況の中で、うんうん、例えばこう公務員とかの給与カットとか行われてるんでしょうかね、うん、公務員の給与は凄まじいカットになってますね<ー>で、えー、サン等賞の、えー、教師とかになる等なんですけども給与カットだけじゃなくてすでに支払ったあーボーナスとか、うんうん、あれ間違ってたから。 もう一回戻してくれと、うん、<laughs> いうことですで、えー、に払ったボーナスを回収するみたいな、うん、そういうとんでもない動きに出てたりするみたいな <laughs> なんじゃらほいっていう、えーえー、ことがあったりもします。それから えー、上海市で行けばなんですけれども、まあ、部長級って言えばいいんですかね、えー、そういう感じにあたる役職の年俸が35万元日本円で700万円ぐらいっていう状態だったのがあこれがですね、えー、20万元、えー、日本円でいうと400万円ぐらい。 だから半分までは行ってないですが、まあ、そのぐらい下がるって感じのことがありで課長級でも25万元、うん、日本円で500万円ぐらいだったのが15万元、えー、300万円ぐらい、えー、そこぐらいまで減っているというような、まあ、本当に半減近い状態みたいなことがです、ね、出ているとで上海っていうのはあの中国では別格に豊かな街とされていたところで。うん えー、もう財政においてもなんですが、まあえー、上海だけはやっぱりすごいねっていう感じで言われてたはずなんだけれどももうその上海ですら、まあ、そういうところまで公務員の給料を削らなければならないとしかも抜本的なあ削減をしなければならないところまで追い詰められていてその上で上海はですね、えー、その庶民とか企業から上海市を助けるために寄付しろと。 いうような呼びかけをやりお前ちゃんと寄付するんだろうなみたいなちょっと脅しみたいなことまでやってるっていう、ええ、唖然とししたた話が出てたりもしますね、ええ、上海というとロックダウンをまあ2か月ほど続けたりじゃないですかだから自業自得なような気もするんですがそうです,、ね、そうですよね <laughs> ところがあのロックダウンは、えー、その当局によるとなんですけど我々はロックダウンなんてやっていない だからロックダウンの解除なんていうのもないんだっていうこれが公式見解になってるんです、ね、ロックダウンをやってないっていうのはどういうことですかロックダウンをやってたじゃないですか、ね、<laughs> <laughs> あのね上海の民政局っていうところに、はいえー、ソグンさんっていう副局長がいるんですけど、うん、そのソグン副局長はですねあれは住民組織が自発的にやっただけだと、うんね、政府機関が指令してやったことではないんだと。 政府機関がね指令したんだっていうふうに住民組織は言ったかもしれないけれどもそんなねその政府組織がですねこう反抗をしているような正式文書のようなものがじゃああるのかあるのなら出してみろとそんなものは1枚も出ていないはずだと。だから正式な命令なんていうのは何にもなくて住民組織が勝手にそう思ってそう言ったかもしれないけれどもおそんなことは 別に要うるに政府の強制として行ったということは一回もないんだっていうそういうことを言っているっていうことになんです、ねえー、つまり、まあ、上海市民たちが、まあうん、自発的にやろうと。い,とうん、いうことですね。異様ないう取れていたということですね。が進んで、えーえー、厳しい封鎖措置をやり、えー、自分たちで、ねえー、そのマンションの出入り口にですね、うん、柵を作って、えー、その出入りできないように。 したり餓死、ねえー、する人が出たりね病院に行けなくなって、えー、亡くなっちゃうような人が出たりとかっていうそういうのも全部住民組織がやったことであって、ねうん、政府も共産党も何の関係もないんだというふうに言い出してるんで、うん、まあさすがに上海市民もですね、うん、結構怒ってると。 うん、いうのはもうこう仕方がないかなとも思いますよね。いわばこう上海市というかまあ共産党政府としてはまあ自らの誤りをまあ認めたくないということです。まさにその通りですね。でこういうなんか後になってからこう我間接的な。 態度を取り始めるっていうのは中国ではよくあることなんでしょうかね。実はかなりそのそういうことは普通のことだというふうに見た方がいいかななんてね、ええ、え思ってたりするわけなんです。で、それはあの文化大革命というのがまあ、ありましたよね。はい、であの時に紅、えー、衛兵、赤い守る兵隊ってやつで、まあ、共産党体制を擁護するみたいな、うん、そういう えーことでもって「学生たたたちなんかがが大暴れししっていうことがありましたよね、はいでえー、金持ちはつる性だ」とか「ねそのえー、インテリは敵だ」みたいな感じのことでもって、まあ、むちゃくちゃなことをやったりしたわけですけれども、えー、じゃあ文化大革命が間違いでしたっていうことになった時に。 じゃあその文化大革命をこう行った人間をおその処罰しなければいけないみたいなそういう話って出てくるわけじゃないですかで。ところがその時に政府がやれって言った文書は何一つないぞ。 いう話やっぱりこう今回の上海の場合と同じような話というのが出てきてで結局その後衛兵として暴れまわったやつらの中からね、えー、あいつらを処分しようみたいなあことでいろいろ処罰されるってことはあったりはしたんですけれども結局その 4人組みたいなねちょっと別格なやつらは処罰対象になったんですがそれ以外は結構温存されたって感じのことがこうあったりするわけなんですよね。でまあ政策が誤ったうまくいかないことをあらかじめ見越してそういう公式な文章が最初から出ないようにしているというわけです。誤ることを見越しててっいいいううよりはまくかかな場合もあら その時に証拠になるものが残らないようにしておこうというまあそういうことだろうと思いますけどね。ある意味保険をかけているような、ね。そういうことですよね。はい。ただこう中国は最近こうまあ法治国家であると、うん、で法の支配というかまあ、うん、日米。<laughs> えー、EU に負けないというか、うん、それ以上にこう法律を守るぞと言っているわけじゃないですかどううなんでしょうねこれはいやいやいや、まあ、彼らはあのーね、我々の言っている法というのと、はい、あの法の意味が違うので西側において法というのはまず真っ先に権力者を縛るもの えー、権力者があ勝手気ままなことができないように、えー、その制限を加えるものっていうことがまず第一義ということがあったりするっていうことがありますけれども、えー、おその共産党政府である中国においての法というのは、えーね、庶民を縛るものであって権力者は一切縛らないっていう、えーまあ、とてつもないことが。 行われているので、まあ、彼らの言っている法なるものをですねまず西側の法と、えー、同等に見るのはそもそも違うだろうということになるかなと思います。で、えー、まあそういう状態の中にありながらも上海っていうのはそれでも割と西側に近い扱いをされる国際都市だっていう、まあ、そこには、ね、その外国人もたくさんいるわけだから。 そのあんまりその国内でむちゃくちゃやってるようなそういうことをこの上海にまで当てはめるとさすがにあの外国勢がどん引きしてしまうから、うん、だから上海にはそれは当てはめないんだっていう、まあ、なんかそういう感じがあり、うん、で上海の人たちも「あ俺たちはあの他のところとは違ってあの上海人だからその辺は違うんだよ」みたいな、うん、そういう意識もあったりしたんだけれども今回上海で。 まさにそのの中国的放置っていうものがですねバーンと行われていったってことになったというのはこれはもう中国においてそういう西側的なその法治国家的あり方というのはもう 一切受け付けないんだということをはっきり示したというふうに言っちゃっていいんじゃないかと思いますけどここで気になるのがこの財政赤字の件であるとかいろんなデータが出てますよね、これがこの習近平 VS 李克強の対立にどう影響を及ぼすかというところなんですけどそうですよね。そここってすすごく重要なとろででよね え習近平からすればその国内の経済の正しいデータが表に出るっていうことは当然ながらものすごく嫌いわけですよね。 アメリカの経済成長率に負けるななんていいうことは許されないみたいなことを平然と言っていたりもするわけでえそうするともう数字を作ってでもアメリカの経済成長率よりも上回る経済成長率を中国経済はあやってるんだみたいなことをまあ出せみたいなことを言っていたりするわけなんですけれども李克強は逆にえ本当の数字を出せと。 えー、でその「通じのごまかしをするなとお前ら通じのごまかしなんかしたら厳罰に処すぞ」っていうそういう動きに出てるんですよ。うん、でそうするとなんですけれども今回ねその冒頭においてその土地使用権の売却益がですねその激減してるみたいな衝撃データがあるってことを、えー、示しましたけれどもその衝撃データの、えー、がこう何で出てくるのかって言ったらこれ李克強の側が。 そういうものを出せっていうことをやっているから習近平が嫌がっててもそういうものが表に出てきてるっていうそういう側面が非常に強いんじゃないかなと思うわけなんですねだから、えー、もうとにかく経済が完全に潰されてもう日ッもサッチもいかないような状態に今中国経済になっちゃっていると。で家計がもう成立しないわけですよ。まあ、彼らはあのその で住宅ローンで、えー、その住宅を買うわけですけれどもあのもう皆さんが思っているのとちょっとレベルが違ってその全体の収入の7割が住宅ローンに消える3割で生活してるみたいなそんな生活ぶりだったりするんでこの7割が消えるような状態になっててですよね給料が半分に減るとか <laughs> 無理じゃないですか生活できないみたいなことになってきますよね。だそのぐらいい経済をぶっ壊していて で、えー、それをもう無理やりもうねその庶民が反発するのを力でねじ伏せようみたいなことをやっているその習近平に対して、えー、対抗する勢力をやっぱり願ってくるっていうところがありますよね。でそういうところに李克強がやっぱりちゃんとついてきた上でえで、ー、正確な数値を出せっていう動きをやっていくでこれによって、えー、その李克強とその習近平との対立っていうのはあ明確に出てくる。 ということになるんじゃないかということは言えるかと思います。で、立国教側の勢力はやっぱ拡大してるんでしょうか。うんうん、結構大物も仲間に引き入れたりしてるんでしょうね。うんうん、そうですね。<も>あのー、もう立国 共側っていうのはもう反習近平はもうみんな,なんか李克強を押すみたいな今動きになっているわけなんですね。はい、で私がその一番注目しているのが張洛西という、えー、中国中央検査規律委員会の初期ということになるんですけれども、はい、<laughs> その、えー、これはその,その中国共産党中央規律検査委員会というその要は。 汚職とかの摘発をやるようなそういう部門にいる人間なわけなんですけれども、えー、彼があ今反習近平色をものすごく強めてるでその結果として要するに習近平の子外勢力がですね、うん こう次々に摘発されるみたいなそんな動きっていうのも出てきたりするっていうところがあるわけなんですね。でこれとその習近平が今手を組んできてるっていうのもその構図としては出ていてでこれなんかはかなり大きな変化になるんじゃないかななんてね、えー、思ってるところがあります。はい ということで、次回の動画では、うん、さらにこの習近平の孤立化が進んでいるよというね。関、うんうんね、をさらに詳しく、はい、記したいと思います。はい、ありがとうございました。はい